はい、というわけでおはようございます。おはようございます。完全寝起きですよ。僕はついさっき起きました。はい、ついさっき起こしました。ということで、はい、次は今回の教科は、うん、はい、国語です。イエホン。はい、まあ、日本人ですからね。そうですね、国の言語ぐらいは分かる感じね。そうですね、まあ、これはもうちょっと間違ったら恥ずかしいんじゃないかぐらいの感じでね。なんてさあさあさあ、ではまあ国語でございますんで、はい、ガラッとこう、うん、多分スピードよくいけるかなと思いますんで、うん、ニコ生を見ている方は、YouTube の方の撮影を今行ってますんで、そちらの方ももしよければ、YouTube で上がった時に見ていただければと思います。はい、はい、それで第3教科目は国語では、参りましょう、はい、問題お願いします。はい、ででん、次の漢字、はい、それぞれの画数を答えてください。な、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 もう一回、画数、画数ですか。画数、はい、はい、はい、画数を答えてください。はい、これ見せた方がいいですか。はい、見せていいですか。じゃあ、タモさんもちょっと、もしよかったら受け取ってもらえれば。あ、ありがとうございます。これは画数、はい、この画数を答えてくださいということですね。はい、はい、この画数でございます。この画数でございます。はい、はい、で、僕に見せてください。こっち側に、はい、言っていただければ。分かった。はい。はい。タモ様、大丈夫でしょうか。OK だったら言ってください。はい、大丈夫でしょうか。ちょっと、もうちょっと待ってください。はい。さあ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 。まあまあ、国語の第1問目は漢字から入ってきましたよ。はい、こちらの方バッとこう画数をね数えて、うん、間違ってたら恥ずかしいなって自分でハードルを上げながら言ってますけど、はい、これ俺間違ってる気がするんだ、うわすげー怖いんだ、うん、だから最初に言っていいですか、うん、あれあれ言うの。そうですね、あれを言っていただければ、うん、あれ言うの、あれを言ってください、うん、ブーちゃんバカだからバカなんで一番最初に苦手で出ますよ。じゃあ行きますよ。ベベン8でございます。8でございます。確か8で今指でなぞった時に8だった気がしますけども、これができないとある意味国語できないのか算数ができないのか分かんないです、うん、数え間違えてる可能性があるんで、とりあえず僕は8でございます。8、8、うん、はい、はい、では次タマ様行きましょうか。 OK ですか。はい、タマ様の答え、もうなんか間違ってる気がしてるけどてれん、十角、十角通りでございます。十角、あの絵と画数は関係ありません。そうですね全く関係ありません、うん、なんだったら今食べたやつですね。はい、似てる間に肉って書かれなくてよかったな。あー、うん、書いときゃよかったですね。というわけで、じゃあ僕いきます。はい、今田アンナの答えはでーん、八角、八角でございます。お、ここで一緒になりましたね、うん、ここでちょっと一緒になったので、うん、ポイントの整理をしましょうか。はい、タマ様が今一つ頭が抜けて4です。はい、僕と旦那が3でございますんで、うん、この問題で僕と旦那が正解であれば並びます、うん、タマ様が正解であれば一つまた頭が抜けてする、あの、うん、抜けていく感じになってますけども、そうですね、うん、まあなんでこんなに二国も分かれたんだろうね。まあなんで、じゃあちょっとなんか細かく、うん、なんですかね。まあとりあえず正解をお願いします。はい、ドルル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 ルあ、そっか、2、3、4、5、6、7、8、
9です。これなんで数え間違ってんの？そうだよねって言って間違ってますよ。間違ってないよね。恥ずかしいこれ。そうですね、全員不正解ということで、あの一番間違いやすい、多分僕らが間違えたところはきっとここなんですよ。これで、ね、ここを離さないで書くのがもう癖になっちゃってるんで、うん、これを画数だっていう認識ができなかったのと、タマ、うん、様は算数ができなかったっていうことで、そうそうそう、はい、書き方間違ってなかったんだけど、うん、寝ぼけてたんです ね、 そうですね、算数ができないってことでさあ、ということで1問目、国語なのに1問目から間違えましたさあ、2問目どうなるでしょうか、はい、じゃあ2問目の、正解じゃない、間違った2問目の問題をよろしくお願いします。2問目、これです。はい、画数、ね、画数でございます、はい、これは、防ぐっていう字、棒ですか。そうですね、棒ですね、証拠の棒で、はい、うん、はい、こちらの画数を、はい、考えてください。はい、あー、これもでもちょっと俺あれかな、はい、これ多分ね、俺引っ掛けな気すんな。はい、なんかな、俺の中に今数字が2個も分かれたな。日本人ならね、わかりますよ、わかりますよね、わかりますよ、うん、日本人なら、はい、はい、できました。はい、どれがいきますか、今回は。今回どうしましょうか。じゃあ、はい、今こう来たんで、うん、逆からいきましょうか、うん、あ、じゃあ僕、はい、ということで、今旦那の答え、はい、多分これでーん、じゃん、七角、七角、ラッキーセブン、ラッキーセブンです。理由は多分なんかちょっと引っかく臭い、うん、まあまあ、うん、これに理由を考えたところで多分画数なんで理科とは違うんで、うん、あれですけども、うん、なかなかどういう答えで書いてくるか。そうですね、じゃあその、うん、次でございます。今さらちょっと見切れてるんです、もうちょっと、もうちょっと、いきますよ、はい、タマ様の答え、はい、でーん、はい、六角、六角、ね、それ、六角、それ、これ、せいじさん、六角さんですね、せいじさんですね、せいじ、仮想研の女です。そうですね、じゃあ、行きます。仮想研じゃない、相棒、相棒です、それ、はい、行きます。プーちゃんの答え、ででん、六角、間違ったかな、うおバカと一緒だと間違えてるってことかなまあ六角でしょう。まあ理由は、あの、いや、なんとなく僕最近ずっとこの漢字書いてたんですよ。あの、防火管理者とかその他もろもろで書いてたんで間違えてないはずなんですが、うん、もう癖ですよね、うん、あそこをつなげるかつなげないかなんですよ、うん、あそこですね、あそこ、うん、あそこをつなげるかつなげないかでだいぶ変わってくると思うんで、うん、多分この数字の分かれになってると思いますが、うん、とりあえず防災も大切だよということで、うん、ちょっと火消しもちょっと書いてみました今回。なるほどね、ということで、うん、回答を揃えましたんで、うん、答えの方よろしくお願いします。はい、ドロロロロはい、七角です。よっしゃー、出た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 、引っ掛けられたな、出た出た、やっぱりくっつけないんですね、はい、あそこは、はい、当たっちゃったよ。1、2、3、4、5、6、7だと思います。はい、はい、
いや、書き取り練習ね、明日からね。そうですね。書き取り練習、ね、僕ら公文書も書けない状態です、ね、今。はい。はい、なんかもう、はい、物悲しくなってきますね。ということで、今、はい、旦那が1ポイント取りましたんで、旦那と玉様は並びました。はい。4ポイントでございます。そうですね。僕、バカだから、うん、3ポイントでございます、うん。日本語もできないのかと。すすすすすす。悲しくなってきますが。まあまあ、でもね。そうですね、うん。うん。ちょっともう悲しいですよ。はい。はい。はい、次、これです。あ、出た。何だんだん皆さん分かってきたと思うので、軍かな。はい、はい、何々軍、何々町みたいなね。そうですね、アブタ軍、なんたら町みたいな感じですね。はい、はい、はい、ですね。多分これだと思うんですけども、書けましたでしょうか。ちょっとネタ書いた。ネタ書いた。あ、どうぞどうぞ。眠てー。もう腹いっぱいな、眠くないですよ。早い。気持ちわかります。うん。OK です。さあ、じゃあ出していきましょうか。はい、それでは、はい、玉様からいきましょうか。玉様の答え。でれん、一番最初ってやな。はい、十角。はい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 、はい、十角ね。はい、ね、はい、まああの、セオリー通りに行きました。そうですね、はい、何もひねりはありません。はい、はい、では、はい、僕も行きますよ。はい、うーちゃんの答え。な、10点。水点。これはね、まああの、あそこの引っ掛けの部分が学習できたのであればこれになるかなっていう感じですね。うん、ですね。うん、かもしれない。さあ、では最初に今田さんの答えはっていうかね。はい、ね、はい、はい、僕の答えは、はい、でーん、はい、でーん、十角。わっと並んだ。さえ来ましたね。みんな全員同じっていうことで。そうですね。全員1ポイントか全員なしかっていう。あの、全員バカか。一番最初のやつですね。はい、うん、そう。さあ、さあ、さあ、では答えをいただきましょうか。はい。答えをどうぞ。ディディン。よし、さあお願いします。十角です。やっほー。やっほー。全員1ポイント。まあまあまあ、これはね、これはね。うん、さっきの学習をしてなかったら、それこそ僕も言えないやつ、バカですよ。いや今とりあえずみんな、あれかな。そうですね、1ポイントなので、4候補になりました。4候補で、はい、はい。今何問いきました？今4問目です。4問目ですね。はい、では次の問題をお願いし、次で4問目ですね。あ、はい、うん、次の問題よろしくお願いします。これです。ほっ、おっと、変わってきましたね、はい、ちょっとここからはひねりが、さっきのサービスもですね、造形の像ですね、はい、まあこれ池作りとかね、そういう作りという字ですね。はい、はい。これはちょっと引っ掛け臭いな。ちなみにこれは私後で書き足しました。いやー、でもな、さっき違ったからな。うわー、悩む。うん、かけました、アミナさん。ちょっとです、先生もちょっとです。あー、めっちゃ眠い。うん、後で寝ましょう。小村さんがね、またもう一回こう寝落ちするわけ。寝落ちするタイミングあるかな。結構ギチギチにもう詰まってるけど。
一応、まあ、意識ですね。 OK ですか。はい、では、はい、バカ候補ナンバーワンの僕からいかせていただきます。はい、じゃーん、じゃーん、10。いや、にゃん、ちょっとね、僕の頭の中みたいなお花畑をちょっと作ってみましたよ。おー、10です。はい、はい、もう問答無用で10です。上手ですね。はい、では、タマ様の答え。はい、バッフォローマン。バッフォローマンでございますね。10カフェでございます。はい、いや、間違ったかな。僕と同じだと間違えるっていうジンクスがありますからね。さあ、では最後、タマ様の、あ、タマ様じゃない、旦那のことでございます。今、旦那の答え、はい、10カフェ。おっと、並びました、また10カフェ。並びましたね。はい、さあ、これが正解なのか、うん、僕と一緒に道連れになるのか、うん、答えをどうぞ。はい、ドルル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 。はい、次が最終問題ですか。最終問題です ね。ファイナル。はい、はい、どうぞ。あ、はい、で、で、はい、はい、最後はこちら。9だからといって嗅覚じゃないですよ。いや、わかんないですよ。同級生の9 うん、ね、こちら、はい、同級生っていうゲームありましたね。そうだね、もうテーマ同級生、やらしいワードですね。あ、ブーちゃんかまってくれないんで、次行きます。うわ、これ意外と難しいな。できた。もう僕は絵を描かない。思ったんですけど、絵を描くとちょっと凝ると僕は間違えるっていう、なんかあるみたいですね。まあジンクスもね、まあジンクスもクソもただバカなだけですから。ええ、そうですよ。バカ王座決定戦の第一候補ですからね、僕は。うん、バカだけどもだ。どもだ。かけました。いや、絶対間違ってる気がするんだよな。はい、皆さんかけました。かけました。じゃあバカ筆頭から出しますね。バカ筆頭の答え、トレン10。当たったかな、これ。当たったんじゃないかな。もしかしてみんな違うやつか。タマ様の答え、はい、9じゃないよって自分で9って書くっていう。嗅覚でも多分ね、これね、足りないと思う。そんな予感。さあでは最後、今旦那の子でじゃんじゃん、10カフェ。そう、並びましたね。いや、ただこれがまた同じあれですね。旦那が合ってれば、うん、僕はタマ様と並びますけど、旦那が突き抜けます。タマ様が正解であれば、3つ完全に3つつくわけでございますけども。そうですね。さあ、運命の最終、国語の最終問題の答えは何だったんでしょうか。答えをどうぞ。はい、トゥルル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 ル
だから、あ、十角って見て、あ、間違ったかもと思ってたんですけど、合ってました、よかった、合ってました、うん、あー、これでついに得点が抜けましたね。抜けたー。7、何？何ぼだ今。765だよね。765だよね。765ね、うん、ついに、はい、ついにタマ様が抜けてしまいました。はい。ということで、今回の、第3教科目国語は、うんうん、タマ様がぶち抜きで、うん、はい、僕らの順位を抜けてったということで、あ、嬉しいんですけど、嬉しいんですけど、これ多分みんな正解しなきゃいけないものだったんです。そうですね、これちょっと恥ずかしいなって言ってますけど、そうですね、はい、あ、この画数ってね、ここのカクッとしたところ出た時にこれが1画なのか2画なのかで、そうですね、だいぶ分かれますね、これね、最終問題にして引っ掛けが開けましたからね、うん、ああなるんだっていうところにね、なんと俺2画ぐらい多かったっていう。それでは、はい、第3教科目終了でございます。はい、はい、皆様、国語は勉強し直しましょう。勉強しましょう。では、第4教科目発表でございます。第4教科目は、うん、何でしょう。社会です。わっはっ、多分ね、これ一点も取れる自信がないから。社会ってでも意外と広いですからね、正直言って、まあ、ある地理も社会ですし、そうですね、まあそうですね、うん、法律も社会ですし、うん、民法とかね、うん、社会ですからね、歴史、そうですね、社会ですね、はい、僕だから反社会的に生きてきたんで、うわね、本当にね、こればっかりだってある意味暗記ですからね。まあまあそうですね、暗記してるかどうかですよ。どういう風に社会のテストの問題が出てくるのか、うん、楽しみに待ちながら、うん、次の社会に備えたいと思います。はい、では、はい、第4教科目まで、はい、バイ。